おはようございます。黒バラ軍団リーダーの誠司です。さあ本日のターゲットホールはマリオンガーデン岐阜本店さんで実践です。朝の日常ですが並び順になります。本日の立ち回りですが、前日下見をしましたが、候補台を絞りきれなかったので朝入場した時の状況をしっかり確認して打つ台を決めていきたいと思います。本日も勝てるよう最後まで努力いたしますので応援よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。さあ前のお客様が何に走るかですね。まずはおそらく円卓状になっているバジリスク絆のコーナーがあったんですが、そのあたりから埋まってくるのかなと。履歴見ても結構回転数回ってたんでね。はあ、再導入であろうギルティクラウンから埋まっていきましたね。やはりあと前日強かったこの円卓側の角台ですね、角角2が強かったんでこの辺りも埋まってくると。出目はおそらく変わってないと思うんですが、まずここですね。前日の下見の印象では機種単位でリセット末こうまちまちという感じではあったので、でマジハロに関しては前日この4台中1台、おそらく朝一の ART 取ってる台があったんで、まずはこの4台リプレイ引くまで回していって、まあ、ART 入る台があるかなっていうのを見ていきたいと思います。4台とも出目変わってないですね。さあ出目変わってない中マジカルハロウィン打ってきます。さあ4台様子見て、朝の ART はなしと。まあおそらく出目全部変わってないと思うんですけどね。コードギアス、バーベルリップ出目変わってないですね。あ、ガックンですね。なるほど。同じくコードギアス R2 出目変わってません。いきます。バックン、分かりやすくバックンですね。 R2 はリセットかかってるっぽいですね。パスタ重要、王者の覚醒重要見ます。ダチョウリ出目変わってないですね。いきます。スルーですかね。綺麗に回りました。重要は3台とも出目変わってません。まあこうなるともう出目対策はされてないと見ていいでしょう。いきます。スルーですね。いきます。スルーということで中央は3台ともスルー、今のところマジハロ全部スルーのギアスが、全てガックンで中央は全部スルー、降下機動隊セカンドギグ、スルー、バラエティブラッドプラス見ます。スイカチェ出目変わってないですね。いきます。あー、これはガックン、バジリスク3はまあ、これが前日挙動が良かった台なんですね。まあ、7ガンダで当たりを伸ばしてという、まあ、それでもまあ、プラス域になったというぐらいの台ではあるんですが、この台一応最初のリプレイ確認したいと思います。さあ番長が当日38ゲームで研修に入ってます。まあ、なんで、リセット傾向なのかなとは思いますね。さあもう少しリセット状況を見ていきたいと思います。今度はバラエティーコーナーではない、3台連なったバジリスク3ですね。
あ、早速冗談リプレイしました。玄之介様、まさかおぼろ様と。ということで、バジリスク3は3台とも、冗談リプだったので末ということになりますかね。スーパービンゴプレミアムに関してはベッドランプ全部消えてます。下見の時はついてました。さあ最初の状況を丁寧に確認しました。リセット末に関してはこれ機種単位で変わってくるのかなと思いました。まあでもバジリスク絆ですとか、サラリーマン番長、まあ、台数が特に多めの機種に関してはリセット傾向強いとは思いますが、3台構成4台構成、そしてバラエティコーナー何かだと、機種によってはリセスへと変わってくるのかなという印象です。まあ、その情報をもとに打つ台を決めていきたいと思います。パストルゴッドイーターの902番台、まあ、こちらの台なんですが、1ゲームすでに他のお客様に楽見られてるんですけど、実はこの台が AT 雨です。ですので確実にリセットがかかります。まあ、そんな中であれば、他に打つ候補台もない中で、リセットかかっていれば天国準備に、ある程度期待が持てますので、この台をリセット狙いで打っていきたいと思います。さあということで、144ゲーム、残念ながら天国もなければ、100ゲーム前半の煽りもないので天国準備も可能性薄いと判断してこの台はここでやめたいと思います。さあここが4台構成のガールズ&パンツァーなんですが、前日167の当日516で今アンコウ祭り入ったんで、まあ、そう考えると、末なのかなと思います。パシスルラブ城の1082番台、まあ、この台が現在1870ポイントです。で、1回当たってるんですがこちらの台、前日のキャバポイントが7170ポイント足すとあと950ポイントぐらいで1万ポイントを達しますんでね、まあ、この台をキャバポイント狙いで打っていきたいと思います。さあこの台なんですが、しっかり計算したところ、この当日のキャバポイントが2830ポイント貯まれば、背浮きであれば1万ポイントに達するんでね。258ゲーム、おめでとう。パトチャンスから当選です。投資が、13本ですね。120枚スタート。ラブラッシュです。お任せにしときましょう。よし、さあ頑張れ。で最後演出が多くて見れなかったんですけど、おそらく2810ポイントぐらい
微妙にその末のキャバポイント狙いに届く前に、まあ、500で当選したので、まあ、この AT 抜けてもキャバポイントもう20ポイントぐらいですかね、溜まるまでは打ってきます。今日は楽しいね。チャンスアップ。え、この後は蓋ですか。いいですよ。でもチャンス目。アフターデートチャンス。お待たせ。今日はチャンスアップというか光りましたね。いけ。上乗せ濃厚です。それで50枚さあ、またアフターデートチャンスですね。これはおそらく前のアフターデートチャンス行くときに引いたチャンス目の演出ですかね。お待たせしました。寄ってきちゃう。今日は一番楽しかった。チャンスアップがなす、ダメ。乗りました。さっぱりです。何かで裏に回ったと思うんですよね。チャンスアップ、アフターデートチャンス。お待たせ。見えてる枚数取りに行ってのアフターデートチャンスですね。壊すね。おっと、時間パッキリかー。今日は超楽しかったとよ。スタッフがここで来た。大丈夫そう。え、テレアヤク、どうしよう。私も好きじゃんね。引きつつ、とりあえず上乗せですね。ルーレン、ノービラスかバズーカ、どっちか。バズーカかノービラスです。もうここで引いた。高い。トータル200枚。さあ、自分の年が13本、こちらの店舗さんが50枚勝ちなので、現状なんとか投資をまくることができました。まあでも今後の立ち回りを考えてイニシアチブは取っておきたいところですね。ねえねえ、チャンス目。ねえねえ、チャンスアップ。いいですよ。チャンス目からアフターデートチャンス。お待たせ。今日は楽しい。ねえ、
不安定ですね。とりあえず上乗せです。ラグショールーレン。おー、バズーカ引いた。さあ頑張りどこっす。から100枚150枚いいね素敵400枚まだ終わらないで頼む来いここからデカプッシュ100枚あそうなる560枚なわけがない残念さあ残り590枚で継続ですねなるほどでチャンス目であと3ゲーム後アフターデートチャンスだそうですあなたいいですよアフターデートチャンスお待たせ割にチャンスアップがゼロですねおい、来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 い。OK。ワノセです。ここでリアク。ああ、ブドウ。どうよ。ワノセが100枚。素晴らしい。きましたね。特殊リプレイから50枚かな。さらにアフターで飛んで。おお、2段目2段目2段目。ここでモレヤク。ここでもチャンス目。すごいカール。来い来い。ワノセ確定です。ラグショールーレン。ワノセで150枚。残り540枚になりましたね。オーベルですね。オーベルから同じチャンス。
け、このストック。おねだりチャンスからボーナス1個。そろって100枚。一瞬から20枚。北陸ですかね、50枚。890枚のトータル1550枚です。合格中のキョーベル。ヒョウ柄、トラ柄、トラ柄。またキョーベルからおねだりチャンス捉えましょう。プレーか。残念。いいね。チャンスめ。いいね。いいね。重まいとは。これは大丈夫でしょう。いやいや、アフターデートチャンス。チャンス目からですね。で、キョーベル。確かに振られ続けたよ。あらました。721ゲーム2305枚です。さあ、キャバポイントもやはり2820ポイントでしたね。これが2000、ああ溜まりましたね。今10ポイントプラスして、つまりまあ据え置き確定の台になりました。さあ 50% 入れよう。残念。
でステージもそうですね、はい、新宿の歌舞伎町ですので、おそらくモードも期待できそうにないんで、この台はここまでにして他の台を探したいと思います。ボスサラリーマン番長の1131番台、この台が、ノーボーナスで現在181ゲーム、まあ、リセットの末が、機種単位で違うような傾向はある中ですが、朝一サラリーマン番長は他のお客様が打っているのを見て、まあ、リセット挙動が強いと判断しております。ですのでこの台を、200以降の A マップでの降格前兆があるか確認していきたいと思います。まあ、この台なんですが、前日が86ゲームなので足すとちょうど260ほどになるので、まあ、正直前任者の方が、前兆が来て、末の A のマップの前兆が来てやめられたのかなという可能性もあります。まあ、なんですが、朝見た段階では、サラリーマン番長すべてこうリセットによる研修の入りがあったんじゃないかと判断していますので、まあ、この台を一応そういう確認の意味も込めて200ゲームで、雫ステージに行くかどうか見ていきたいと思います。さあ207ゲームまで回しましたが、雫ステージへの移行がありません。となると、前任者の方のやめゲーム数のことも考えると、このサラリーマンマンチョンに関しては、据え置きだったのではという可能性が高いというところですね。なので、まあ、その判断ができたというところで、まあ、A マップの前兆もなさそうなので207ゲームでやめて他の台を探したいと思います。さあラブジョー内尾へ、そして、ね、サラリーマン番長の様子なんかも見て、店内状況を確認しているところですが、気づいた点として、朝のまず学区の状況を鑑みると、バラエティで一大構成であっても、例えば広角機動隊セカンドギグ、リセット恩恵が強い台はスルーでした。でも同じバラエティの1台の、ブラッドプラス、それに関してはガックンしたと。で、5台機種、5台構成ぐらいの機種の、コードギアス R2 はガックンしました。まあ、ですが、リセット恩恵が強いマジハロ5であったり、まあ、そのあたりはね、スルーしたというところで、これもしかしたら、まあ、僕はねさっき打ったラブジョーもしっかりなんですが、結局末でした。そう考えるとリセット恩恵の高い台は、どうやら据え置きで、リセット恩恵があまりない台は、リセットがかかっているのではと、ホール内の傾向を見て予想しました。ですのでこれ以降は、そんな情報をもとに打つ台を探していきたいと思います。パチスロ戦国コレクション2の911番台が現在386これですね。まあ、これ数だけで言っても、A であっても一応天井期待値はプラスになります。まあ、そんな中、まあ、一応ね押してみると、背景キラキラ光ってるんで、まあ、B の可能性も多少あると。まあ、どっちにしろ、天井狙いで当たるまで打っていきたいと思います。で386これから打ち出しなんですけど、340のまま季節が移行していれば360から、400までは夏の計算になるので、まあコレスの式のズレというのは今のところ見られないということになりますね。569これチャンス目直りましたね。持ちメダルで当選です。敵男でアメリカステージなので、シナリオ2の可能性が高いですね。ここは 80% でいけるんですが、次が 10% の可能性があります。
チャンスアップ。127枚、まさか、うわー、 80% 逃しましたね。まあ、単発は残念だったんですが、まずは30これでの季節周期があるかどうか、まあ、季節以降があるかどうか、かつ早めの修羅モードへの入りがあるかどうかだけ見ていきたいと思います。はい、ということで、36コレで30コレの季節周期もなく、かつ修羅モードの煽りも早い段階でありませんので、この台はここまでにして他の台を探したいと思います。おサラリーマン番長の1138番台が現在液晶内378ゲームです。で、前回の大当たりがおそらくこれ天国での当選考えられます。で、そうなってくると、よっぽど A に移行してる可能性がありますの で、 で400から A のマップ選ばれていれば、まあ、前兆に入ってくるんでね、この台を400ゲームのゾーンを回していきたいと思います。さあ、457ゲーム、残念ながら当たりもなかったので、この台をここまでにして他の台を探したいと思います。ホス番長3の1124番台が現在、累計ベル数が41ベルで、当日まだノーボーナスです。まあ、この台なんですが、前日が累計ベル数が88でなってくると、足すと129になります。で、リセットがかかっていたとしても天井が128ベル、まあ、リセでも末でも天井期待値プラスになりますので、この台を ART 当選まで打っていきたいと思います。393ゲーム、おそらく15回目のベルで演出的に解決に来たんだと思います。変更、ベル引いた。特訓に期待ですね。412ゲーム、対決中のベルから特訓です。425ゲーム対決、お、ノリオで面向強対決、しかも今 MB 引きましたね。さあ頑張れベル、カットインは白、もう一回ベル、どうよ、オッケー、よかったですね。429ゲーム持ちメダルで当選です。
目から東大寺ここはものにしないと、これ取れるだけで偉いさですからね。ノリオ波なしチェリー、さあどうだ、中対決よし、ラストインしろ、チャンスアップ、また出る、これはいける、よし、ボタンは普通です。完勝ボーナス。よかった。赤七万長ボーナス。あ、音楽がとぼろけドリームですね。ということで149枚獲得、初代のとぼろけドリームだったので世界天国も確定と。満潮ボーナス、青7、さあここ頑張りどこ、もったいないですね。313枚410枚の獲得。さあ LT 終了後59ゲームまで回しましたが、引き戻しなく、特訓もねなかったので、まあ、この台をここまでにして他の台を探したいと思います。さあ番長3を打ち終えて店内の状況を確認しました、確認はしましたが、番長3を打ち出す前に時間ぐらい剣があったんですが、まあ、その時と状況は同じかなというところです、時間をかけても、まあ、本当に安い機体しかこなせないのかなと思います、ですので、まあ、本日に至っては幸い出玉も十分作れていますので、この状況が変わらないようであれば、今日は実戦をここまでにして出玉を流して実戦終了したいと思います。回収が2250枚でした。お疲れ様でした。実戦終了しました。本日の立ち回りですが、朝一はリセット末の状況把握から入り、その中で打てる台を決めていきました。以後の立ち回りはゾーン狙い天井狙いに徹し、順調に出玉を増やすことができました。本日の勝因としては、朝じっくりリセット状況、末状況を確認したことと、前日控えたゲーム数などが功を奏したのかなと思っております。本日の結果ですが、投資650枚、回収が2250枚、サマイ数がプラス1600枚で本日勝利することができました。これからも勝ちにこだわった立ち回りを心がけますので、応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。